ハトモユのモユルラジオ。ラジオの向こう側の皆さん、こんばんは。改めもはゆう。深夜24時を迎えたシンデレラタイムのこの時間、ハトモユのモユルラジオ、略してモユラジオ時間がやってまいりました。この番組ではアニメゲーム大好きなシンガーハトモユがお届けするアニメカルチャーに特化した音楽ラジオ番組となっております。皆様からのお便りのご紹介、リクエストコーナーを交えながらのんびりとこゆい30分間を過ごしていけたらなと思っておりますよ。ハトと一緒に深夜のもゆるひとときを過ごしませんか。はい、というわけで改めましてもはゆう、ハトもゆでございます。第115回目の放送がスタートいたしました。いやー、3月だって嘘でしょっていう感じがするんですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。3月だってさ、って思いません？まあ2月がね、28日までしかないですから、すぐに終わることはまあ分かってはいたけれども、それにしても早くないみたいな。まあね、だんだんなんだかんだ言って春めいてきて、梅の花が咲いて、なんか春っぽい香りがしてきて、気温もね20度近いみたいな日が続いていたりとかもしているので、そういうところで言えばそれは3月だよなっていう感じはしているんですけれどもね。もゆらしい、私先週放送したみたいな気持ちで毎回いて、ああそうだ、もう収録がやってくるんだなみたいな感じでいつもスタジオに来るんですけど、そうでね、今日ね、そう冒頭で、ね、私がこんなベラベラね余計なことを喋っている場合じゃないんですよ。今回はちょっと冒頭にお知らせしたいことが何点かございまして、これはねつい最近告知させていただいた内容なんでございますけれども、私ハトモユがですね、今年の5月10日から5月14日に、舞台の出演が決定いたしました。やったーと私一人で非常に喜んでおりますけれども、この舞台がですね、ポップスガールズバスケがしたいです編というタイトルの舞台なんでございまして、短編コメディープレイという、こう一つの舞台の中でこう長い1時間あったら、じゃあ1時間丸々一つの物語というわけではなくて、1時間の間にじゃあ例えば20分20分20分とかこう分かれた状態で短編のコメディー舞台を何本も見れるっていう感じのお話になっております。初めてのコメディということで、前回のさ舞台、私ちょっといろいろお話ししたこともあるんですけれども、人形だったんですよ。人形というかロボットだったので、ちょっとねお手て血で真っ赤っかみたいな、そういう感じの、ちょっと旗から見るとサイコパス感ありありなキャラクターだったんでございますが、今回はですね、このバスケがしたいです編と書いてある通り、私はアニメが大好きでございますので、スラムダンクのねセリフでございますでしょう、皆様ご存知でしょうか、安西先生バスケがしたいですっていうあのセリフでございますよ。このタイトル見た時私すごいびっくりしたんです。もともとポップスガールズっていう舞台のタイトルだけは知ってたんですけど、まさかサブタイトルがつくなんて思いもしなかったので、非常に楽しみな私でございます。みんなにこう今度はね笑顔を届けられるような舞台になるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひ皆様見に来ていただけると嬉しいなと思っております。日時をもう一度お伝えしますと、2023年の5月の10日水曜日から5月の14日の日曜日まで、会場は新宿シアタープラッツさんで、行います。チケットの販売が3月の4日の10時からとなっておりますので、一応日付が変わっているので今日の午前10時からチケットの販売が始まります。私ハトはですね、バレッタ組というところで出演させていただくんですけれども、5月の11日と5月の17
23日に出演が決定しておりますので、こちらぜひぜひ皆様足を運んでいただけると嬉しいなと思っております。多分なんか予約フォームがちゃんとできるような気がするので、追ってねご連絡ができるのではないかなと。もしかしたらもゆらしの放送前ぐらいにお知らせしてるかもしれないので、それは私ハトの SNS を見ていただけると嬉しいなと思っております。でね、冒頭さ、これ喋りすぎるとあれだなと思うんですけれども、さらにですよ、なんと重大発表がございます。私ハトモユがやっておりますハトモユのモユルラジオン、3月の17日金曜日24時からの放送、なんと1時間スペシャルが決定いたしました。やったー、ごめんなさいね、多分すごい声のトーンがあっちこっちなので、すごいいい耳痛いと思ったかもしれないんですけど、ごめんなさい。そういう方はやっとですよ、1時間スペシャルでございます。私事で大変恐縮なんですが、2018年の3月16日から波藤もゆのもゆるラジオを放送しておりまして、3月の17日2023年のでね、なんと丸5年になるんでございます。なのでその5年という記念すべき日に、今までずっとやりてえなーって言い続けていた1時間スペシャルが叶うということが、ちょうど前回の放送終わった直後ぐらいに決まりまして、これは絶対ラジオで言わなければならないと思っていた私でございます。はい、なのでね、ちょっと冒頭をかなり喋ってしまっているんですけれども、次回の話になっちゃうんだけどね、次回はもゆらじは1時間スペシャルということなので、ちょっとそれに向けてお便りもたくさん募集したいなと思っているので、聞いてくださっている皆様ぜひぜひたくさんお便りを送っていただけると嬉しいなと思っております。はい、なので私ハトは今日非常にテンションが高いのでございます。ですがあまりにもテンションが高すぎると、あまりにねこのねもう24時過ぎてますからうるせえなってなるわけですよ。なのでちょっとトーンを落として、ちょっと落ち着いた状態でお話をしていこうかなと思っておりますので、今宵も私と一緒にちょっぴりおふかししてしまいましょう。あなたのおすすめアニソンゲーソンコーナー。このコーナーではリスナーの皆さんからいただいておりますアニソンゲーソンのおすすめ曲をご紹介するコーナーとなっております。今宵は一通ご紹介していきたいと思います。ラジオネームルーザーさんからいただいております。いつもありがとうございます。ハトさんもはゆーもはゆー、今日はお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件エンディングテーマ、岩見真中さんの歌う小さな恋の歌をおすすめしたいと思います。小さな恋の歌は2001年にモングル800、通称モンパチの代表曲で、インディーズ時代280万枚を売り上げたアルバム CD に収録されている楽曲で、ライブに行ったことがあり、ライブ会場で買った CD は今でも大切に持っています。岩見真中さんの歌う小さな恋の歌は優しい感じに聞こえやすい曲になっていて、ぜひ皆さんに聴いてほしい一曲ですといただきました。ありがとうございます。今回は放送日がね、一応3月の3日ということで、ひな祭りにあたるわけですよ。なので今回は女性の楽曲オンリーでお届けしようかなと思っていたことがございまして、今回はこちらのお便りをご紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、ということで早速楽曲ご紹介していきたいと思います。岩見真中さんで小さな恋の歌。はい、岩見真中さんで小さな恋の歌お届けいたしました。いや、こちらの楽曲はですね、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件という作品の楽曲になっておりまして、原作はライトノベルとなっておりまして、小説投稿サイト小説家になろうにて2018年の12月から2021年の7月まで連載されていた作品でございます。2019年の6月15日から書籍版も発売されており、現在は本編が8巻、短編集が1巻の計9巻が刊行されております。
アニメは2023年の1月7日から現在にかけても放送されておりまして、略称はお隣の天使様となっております。なんかね、私恋愛ものの作品はあまり見ないんだよねということをこのもゆらじで散々言っていると思うんですが、ちょっと気になっている作品なんでございますよ。でこのお話のあらすじがですね、高校生の藤宮天音が住むマンションの隣には天使様と呼ばれる学校で一番の美少女椎名真昼が住んでいる。特に関わり合いのなかった二人だが、雨の中ずぶ濡れになっていた彼女に傘を貸したことから不思議な交流が始まった。自堕落な一人暮らしを送る天音を見かねて何かと世話を焼く真昼。お互いに興味ないと言い合う二人はそれでも少しずつ距離を縮めていく。これは可愛らしい隣人との甘くてじれったい恋の物語ということで、なんかこうね、青春だなというか甘酸っぱいなという、このあらすじを見るだけでもすごく思うので、今年はねいろんな作品を見ていきたいなと思っているので、ちょっと恋愛ものの作品はこのアニメをすごい見たいなと今思っているところでございます。でも私アニメは一気見したいタイプなんですよ。一話一話こう次のシーンまで楽しみにみたいなのがすごい私せっかちだからさ、次が見たくて仕方なくなっちゃってそれしか考えられなくなっちゃうことが結構あるので、ちょっとこう皆様よりかはちょっとワンテンポ2テンポぐらい遅れてアニメを見ることが非常に多いんですけど、この作品も全部の放送が終わってから絶対見ようと思っている作品でございます。そして先ほどお届けいたしました小さな恋の歌は、もうルーザーさんがねご紹介してくださってた通り、原曲はモンゴル800さんの楽曲でございます。2001年の9月16日にモンゴル800さんのアルバムメッセージにて収録されている楽曲でございまして、今までに本当に数多くのアーティストさんにカバーされている楽曲でございます。でこのエンディングテーマ、アニメのエンディングテーマに使用されている小さな恋の歌もカバー曲でございます。この小さな恋の歌すごい人気な楽曲なんですけど、アルバムにしか収録されていないのでシングルがないんですよね。なのにここまで人気っていうのってなかなかないなって思ってるんですよ。だいたいシングルが出て、まあ、今だとだいたいデジタルリリースが始まってシングルがあって、でシングル発売からちょっと時間が経ってからこうアルバム、ベストアルバムみたいな感じで発売されることが多いかなと思うんですけど、この本当にすごい大ヒットをしている楽曲がこのアルバムにしか収録されていないので、気になった方はぜひぜひ調べてみてほしいなと思っております。でこちらの小さな恋の歌、岩見真中さんの歌う楽曲はですね、2023年の4月19日にリリース予定の楽曲でございます。お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件カバーソングスに収録されている予定でございまして、テレビアニメのエンディングテーマに使用されております。4月になったらこの楽曲リリースされるのと同時に別のカバー楽曲も恋愛にちなんだ楽曲なんですけれども、それが2曲ぐらい追加で収録されているのかなっていうのがありますので、ぜひぜひ気になった皆様手に取ってみてくださいねと思っております。はい、ということでルーザーさん素敵なお便りをありがとうございます。このアニメもし見ている方がいらっしゃいましたら、ネタバレにならない程度にこっそり感想を教えてください。以上、あなたのおすすめアニソンレーソンコーナーでした。だいたいこうやって私がぬるっと始まるときはそうです、皆様もう分かってますよね、なのであえて言いませんということで、先ほどもちょこっと言ったんですが3月3日の放送ということでひな祭りスペシャルをやりたいなと思っていたんですよ。でさっき冒頭でお話しした通り、お便りで送っていただいた楽曲は女性の楽曲に絶対にしようって決めていたんですけど、ひな祭り、そうだな、ひな祭りといえばって思った時にすごいぴったりな作品があるじゃないかって思ったわけでございますよ。そうです、アニメひな祭りでございます。今日はひな祭りだし、アニメでもひながカタカナでひな祭りっていう作品がありますので、そちらからちょっと楽曲含めてご紹介していこうかなと本日は思っております。ちなみになんですけど、皆様ひな祭りはちゃんとやられますか？私は一応
女なので自宅でこうひな人形をね飾ってあったりとかそういう経験が結構長らく続いておりましたけれども、皆様飾ります？なんかすごいお家だとさ、やっぱりスペースがあるところだとあのお代理様とおひな様以外に三人官女とかすごいいっぱいこう段が並んでるひな人形とか飾ってるご自宅もあるみたいで、すごい圧巻だなと思うんですけど、うちは2個だけでした、スペースがないので。でなんか地方によってはさ、お代理様とおひな様の置く位置が違ったりするんですって。私は関東圏に住んでいるので、こう向かって左側がお代理様で向かって右側がおひな様なんですけど、京都とかあっちの方だとその昔の文化があるからかお代理様とおひな様の置く方向が逆だったりとかするみたいで、なんかちょっと奥が深いなと思っている私ハトでございます。というちょっとしたひな祭りの余談は置いといて、楽曲とそして作品についてご紹介していこうかなと思っております。本日ご紹介いたしますアニメひな祭りはですね、原作漫画作品となっておりまして、2010年の6月の15日から2020年の7月15日に連載されていた全19巻刊行されている作品でございます。アニメは2018年の4月から6月にかけて全12話放送されておりました。こちらの作品のあらすじがですね、セリカー組を支える若きインテリヤクザ新田は大好きな壺に囲まれ悠々自適な独身生活を送っていた。ところがある日、謎の物体に入った少女ひながやってきたことで生活が一変。念動力が使えるひなに脅され同居を余儀なくされてしまったのだ。暴走しがちなひなは組関係でも学校でもやりたい放題。頭を抱える新田だが、気のいい性格が災いしていつも面倒を見る羽目に。一体この生活はどうなってしまうのか。お人よしなアウトローと気ままなサイキック少女の危険でにぎやかな日常が始まる、ということでヤクザとサイキック少女のアーバンライフコメディ作品なんでございますよ。でこの作品なんか楽曲を私先行して聞いていて、今回オープニングとエンディング両方ご紹介するんですけれども、私の一押しはエンディングなのでちょっとエンディングをお届けするのを少々お待ちください。あと数分後ぐらいにお届けすると思っておりますので、はい、ということでまずはオープニングの楽曲からご紹介していこうかなと思っております。村川理恵さんでディスタンス。はい、村川理恵さんでディスタンスお届けいたしました。なんか本当に爽やかで明るくて、この村川理恵さんのこの透き通る突き抜けるような高音が美しくて、私この楽曲大好きなんでございますけれども、この作品とのギャップがすごすぎて、オープニング聞くと本当にこの作品のオープニングですかみたいな感じなんですよ。でそのギャップがまたいいなと思っている楽曲なんでございます。でこちらの楽曲がですね、2018年の5月23日にリリースされました村川理恵さんの5枚目のシングル楽曲となっておりまして、テレビアニメひな祭りのオープニングに起用されておりました。あのアニメにはですね、村川さんもアンズちゃん役としてご出演されておりますので、まだアニメ見てないよという方はぜひぜひこちらも合わせて見ていただけたらいいなと思っております。はい、ということでまずはアニメひな祭りのオープニングテーマディスタンスをお届けいたしましたが、次は私の一押しのエンディング楽曲でございます。それでは皆様に私の心からおすすめしたい楽曲をお届けしようかなと思っております。新田義文さん、キャラクターボイス中島よしきさんで鮭とイクラとヤクザと娘。はい、鮭とイクラとヤクザと娘お届けいたしました。どうですか？なんかま、ほぼねこれキャラクターソングなんでございますよ。このアニメに出てくるヤクザの新田さんが歌ってるんですけど、もうこれ本当に歌詞を見ながら聞いてほしいんですよ皆さんに。だってこれ一番イクラの話ですからね、イクラの歌ですから。でこれさ、私このタイトルを見た時にさ、酒と涙と男と女って知ってます皆様？
あの昔の楽曲があるんですけど、もうそれじゃんと思って、なんかこうちょっと昔懐かしいテイストを感じつつ、でもちょっと新しいみたいな、もうなんか逆にもう新しいみたいな感じの曲調でございまして、非常にこの楽曲私好きなんでございますよ。でこのね、鮭とイクラとヤクザと娘ですよ。でイクラが好きなんです、このアニメに出てくる女の子のひなちゃんがイクラが大好物なの。だからさあ食えよ食えよっていう、そういう歌なんですよ。だからアニメの本編はこっちです。歌は本当のアニメを表しているのはエンディングの方なので、こういうアニメです。皆さんもぜひ見てほしいなと思ってるんですけど、ちょっとその楽曲についてのね、私の個人的な見解は置いといて、こちらの楽曲はですね、2018年の5月の9日にリリースされましたテレビアニメひな祭りのエンディングに使用されております楽曲でございます。なんか本当に歌詞が面白いんですよ。で2番もすごくいいので、で歌詞をね見ると、あ、これがイクラのことねみたいな、あ、これが鮭のことねみたいな、でちょっとこうひなちゃんのことも言ってるのかなみたいな、そういう感じの歌詞なんですよ。ちょっと深いと私は勝手に思ってるんですけど、そんなことはないのかしら。でも非常にこの楽曲好きなので、フルコーラスで聴いてもらいたいなと思っている私ハトでございます。いやー、いいですよね。こうさ、令和の時代になってからちょっとこう昭和っぽい楽曲とか、なんか平成もさ、何レトロとか言われてるんでしょ今。震えるんだけど本当に、平成生まれの身としては。これが今まで昭和の人たちが受けてきた仕打ちかみたいな、それをなんか平成生まれの私も感じるみたいな、まだ若いのにってすごい思うんですけど、でもこの昭和へのリスペクトがあり、それがこう平成の時代にこの楽曲がね、まあ、2018年ですから、その時はもう令和ですか、一応ギリ平成、それぐらいの狭間ぐらいの時だと思うので、なんかこう昔の楽曲がこう今っぽくなってるみたいな、すごい素敵だなと思っているので、ぜひぜひ気になった方、ちょっと元気ないの最近という方は、こういう楽曲を聴いて元気になってほしいなと思っております。はい、ということで今回は、本日が3月3日ということで、アニメひな祭り楽曲スペシャルでお届けいたしました。楽しんでいただけていたら幸いです。ハトモユのモユルラジオンでは、お手寄りを24時間年中無休で募集しております。現在のお便りフォームは6つとなっておりまして、お便りフォームは市川ララ FM の公式ホームページ、ハトモユの公式ウェブサイトのリンク集などに掲載しておりますので、そちらからたくさんのお便りをお待ちいたしております。そしてツイッターでハッシュタグシャープモユラジをつけてつぶやいていただきますと、私ハトがリアルタイム返信をしておりますので、ぜひぜひ感想など教えてください。ということで、あっという間に30分が来てしまいました。ということで、冒頭すっごい喋っちゃったからさ、ギリギリになっちゃったなと思って、すごい焦りながら、でもあまりにもテンション高くしすぎると早口すぎるからさ、聞きづらいかなと思ったので、ちょっとこうねウェイトウェイトみたいな感じで、ちょっとこう落ち着きながらお話少しできたんじゃないかなと思っておりますけれども、次回の放送が1時間スペシャル、念願の1時間スペシャルということなので、先ほどもちょこっとお知らせいたしましたが、ハトモユのモユルラジオのお便りフォームがございますので、そちらから普通おたでも全然構いません。ぜひぜひお便りを送っていただけたらいいなと思っております。もしかしたら特別の何部門っていうんですか、フォームみたいなの作るかもしれないので、そこでまたお便りを送っていただけたらいいなと思っています。そして最近ね、すごいありがたいことにハッシュタグもゆらじでつぶやいてくださる方が本当に本当に増えまして、初めましての方も多かったりとか、お便りも初めましての方も多かったりとかねしているので、ちょっと時間内にお返事をすることが困難になってきてしまって、24時から始まってるのに
そのお返事終わるの1時半とか2時みたいなのが結構多いんですよ。なので最近はちょっとこう必ず1人1回はお返事が行き届くようにリアルタイム返信をしておりますので、その辺はちょっとご了承いただけたらいいなと思っております。ね、1時間スペシャルだって1時間返信丸々できるの本当に楽しみだなって思っているので、今も私多分ここで喋っているけどラジオは収録なのでね、リアルタイムで私は起きて返信を返していると思いますが、1時間スペシャルもまた皆さんとこうね楽しんでお届けできたらいいなと思っておりますので、次回放送もどうぞどうぞよろしくお願いします。そして舞台も明日からチケット発売なのでどうぞどうぞよろしくお願いいたします。この番組は私ハトムユが毎月第1第3金曜日の深夜24時から30分間お届けしております。アニメカルチャーに特化した音楽ラジオ番組となっております。次回の1時間スペシャル放送は3月の17日を予定しておりますので、ぜひぜひ皆様ぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思っております。また皆さんとこの時間を過ごせることを楽しみにしております。それでは皆さん、いい夜を。またねー。